はい、皆さんこんにちは、カリアです。プロスペース楽天人生企画、次をやっていきたいと思います。なんか久しぶりな気がしますが、今回はアニバーサリー総選挙ですね、の報酬開封をやっていきたいなというふうに思います。はい、早速ね、やっていきましょう。まず B ランク契約書からですね。2枚かな、思ったより少ないね。石井選手と雄平選手。はい、あ、枠の整理をするのを完全に忘れていた。さあ、A ランク契約書ですね。はい、全部で、あ、普通に残りの B ランクもあったので B ランクも一緒に引く。行ってこい。そうか、 A ランクと B ランクしか出てないか。清宮選手、平井選手、上本選手、岡田選手、大城選手。うん、 OK。 あとは、ゴールド契約書が何枚か、 1,2,3,4,5,6 6枚。いこう。さあ S ランクは出るかな。最近ゴールドから出なくなりましたね。まあ A ランクは出てるので、まああれですけれども、燃えないですね。はい、ワンボーロン選手、青柳選手、東條選手かな。で、増田選手、高橋奎二選手、太田選手。はい、で、ラストですね。もうあと1枚 S ランク契約書だけ。早いな今回。いやでもそうね、本当に楽天のね、純正オーダーを作ってるので、楽天の選手、楽天のピッチャーが欲しいですね。頼むぜ。いやー、頼むぞ。本当に楽天のピッチャーがマジで欲しい。長打で逆転サヨナラのチャンス。まあ、S ランクは確定で、楽天の選手が来ないけど、外選手は嬉しい。外選手は嬉しいね、普通に。まあ、ちょっと見てみましょう。外選手はかなりいいんじゃないですか。ベイスターズ、横浜 DeNA ベイスターズ。おお、アーチスト、ミート、70パワー、84走力、59。走力が59なのがちょっとあれだけど、もうちょっとね、あの高いイメージあるけどね。外選手はね、確か僕獲得してた気がするんだよね、一回ね。いた。77 83 60。ちょっとパワーが上がってミートと走力が下がっている。ミートがだいぶ下がってるよね。ただスピーツがもう400ぐらい違うね。そう考えるとあれだけど、まあまずはね、育成を頑張っていきましょう。はい、そんな感じかな。で、イベントは、アニバーサリー総選挙ですね。あ、そうか、これまだ結果見てなかったな。パリーグ、浅村選手は、楽天は浅村選手、涌井選手で、西武が森選手、山川選手で、ソフトバンクが、ギータと千賀選手、ロッテが石川選手と鳥谷選手、ほほう。で、日ハムが有原選手、宮西選手、オリックスが山本選手、吉田正尚選手。かなりいいメンズが揃ってますね。で、セリーグが岡本選手、丸選手、宮崎選手、佐野選手、梅野選手、西選手、森下選手、堂林選手、ドラゴンズが、マルティネス選手、あのアリエル選手ですね、まあ、今ちょっと怪我で2軍ですが、アリエル・マルティネス選手と大野雄大選手で、ヤクルトが山田哲人選手と村上選手。かなりメンツとしてはいいですね。10月、再来月か。いいですね。で、
僕は自分が誰にあれをやったのかが見れるのかな。まあ僕はもう楽天の選手とドラゴンズの選手だけしか今回は入れてないので、まあ浅村選手、涌井選手、則本選手、松井選手に大体楽天は入れてて、ドラゴンズだと大野雄大選手とか、あと高橋周平選手、マルティネス選手、まあ、ライデル選手、アリエル選手両方にちょこっとずつ入れてる感じだった覚えがありますね。で、ビシエド選手いねえなと思ったら、ビシエド選手はあっちでいるんだよね。このシリーズでいるんで、あれでも則本選手いたな。あれ？なんでビシエド選手がいないんだろう。そういえば。アニバーサリー総選挙って則本選手いたっけ？いるな。あれ？なんでビシエド選手がいないんだろう。わからん。とてもわからん。謎。俺が見落としてただけだったのかな。ビシエド選手いたらビシエド選手もね入れたいなと思ってたんだけど、これいなかったよね。ちょっとわからん。はい、まあということでそんな感じかな。で、まあ今はネットスタジアムをやっておりますが、ネットスタジアムでね、今回、タイムスリップ第6弾、最後の多分タイムスリップになると思うんですけど、楽天は永井選手ですね。あれで去年OB で出てましたね。まあゲットはできなかったんでゲットしたいところではありますが、でちなみにあとドラゴンズは荒木選手ですね。あと誰がいるんだろう。工藤監督だったり、岩崎選手で、福浦選手、金子誠選手、 T 岡田選手、阿部選手、金城選手、今岡選手、長川選手で、あとは青木選手がいいね、結構ね。まあ今回のネットスタジアムもまあなんかちょこちょこやれてはいて、まあ、ランキングはちょっと、圏外ですが、まあ、報酬がなんとかそこそこいけてるかな。まだ全然ちょっと間に合うか分かんないですけど、ちょっと頑張ってやっていきたいなと思います。はい、はい、ということでですね、楽天純正オーダーの紹介に関しては、まあ、いつも通りなのでひとまずやらずにいこうかなと思います。まあ、楽天もちょっと調子が落ちてきて今、現在に、一応 A クラスにはいる感じですね。でドラゴンズもちょっとね、横浜戦3連勝してやったねってなってたら阪神戦でダダダダッといって昨日勝って今日また負けるというね、ちょっとまた調子が下がりつつあるのが怖いなというところですけれども、頑張ってほしいな。楽天は頑張ってクラスを維持して、あわよくば1位、首位奪回というところまで行ってほしいなというところですね。はい、ということでですね、またねプロスペースの動画もちょこちょこ上げていければと思いますので、見ていただけると嬉しいです。次回はネットスタジアムの報酬開封の予定ですので、またそちらも見ていただけると嬉しいです。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで終わろうかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。